初日の前に行ってるからそんな2週間ぐらいで変わんないじゃんって思うかもしれないけど、ルカは夏じゃない、結構あの前に今年の初めぐらいにそうブリーチをしてね、ブリーチしてるところって抜けやすいんですよ。だからまあこうやって見たら分かる、ここまでこれがブリーチした毛ね、でこれが生まれ変わった毛ね、生えてきた毛、だからこうやってなんか2層になっちゃうんですよ、どんだけ染めてもここがなくならない限り。そうだから最近は2週間に1回ぐらい美容院に行ってまあ綺麗にしてもらっているんだけど、だからもう初日が終わって2週間ぐらいあのもう経っちゃったから、そう美容院に行こうと思って予約しようと思ったらクリスマス前だから分かんないけどあの予約いっぱいで行けなかったんですよ。でまだ年末にかけて撮影とかもあるからどうしても綺麗にしたかったんですけど、この調子だといけないなと思って、まあ別にさ肉眼で見たらそうなんか分かんないから別にいいんだけど、あー悲しいと思って。そうであと今日仕事がその法典が早く終わったから予定よりあの眉毛ね、眉毛の今サロンっていうのがあって、まあ、眉毛は自分で整えるのが難しいからこの専門店に行って眉毛を整えてもらいに行ってるんだけど、なんかそこって大体なんか当日予約でも空いてたりするのね、なんかネットとかで見たら、で当日パッて行ってパッてやってもらえたりするんだけど、クリスマス前だからどこも埋まってて、なんかクリスマスってすごいんだなっていう風に改めて思いました。そうね、結局行けなくて、まあ、撮影前に行きたかったんですけど、まあこうやって前髪あるしバレないかなと思って、まあでも年明ける前には年越す前には行けたらいいなと思います。まあそんなクリスマスがすごいなって思った話でした。あとねこう CD は自腹で買ったんですけど、あの最後の HMV の栄店にいた時にこのねあの特典のステッカーをねいただいて、これ可愛くない、これステッカーになってんだけど、これシール剥がして、そう可愛くないこれ、これ携帯のさこのスマホの、ルカはちょっとスマホをワンピースだからこう入れても見えないんだけど、透明のケースとかしてる人はこれ入れたら絶対可愛いよ、これ可愛くない、ね、ゲットしてね。これは確か HMV の特典だった気がするな、かわいいこれ、なんか別々みたい、ピンクの方を買ったらついてくるはず、この青の方を買ったら生写真がついてるんだと思う、うん、かわいいこれ、どこにしまおうかちょっと今考えてます。ルカの携帯ケースはちょっと何にも見えないので、ゲットしてね。みんなどの曲が好きですか？アルバム発売してサブスクもね解禁されてみんなもう聴いてるとは思いますけど、どの曲が好きですか？ハートブレイカーズ、ハートブレイカーズマジでいいよね、ルカも歌っちゃう結構。消えない虹、消えない虹はね春龍さんのね楽曲でマジ神だなって思った。ザ・アイドルって感じでいいよね。オーバーザトップ、オーバーザトップも好き、まあ全部好きなんだけどね。
どの曲も。でもオーバーザトップは振りもあのちょっとなんていうの、踊りやすい、なんかザ・ SK、 ザではないけど SKE 感が出せる曲かなって思う、乗りやすいね。あとオーバーザトップのあのキーがルカちょうどよくて、そうレコーディングした時にマジ気持ちよく歌ってたそうキーがねちょうどいいんですよね。あ、Don't Stop Music もキーがちょうどよくて、そう歌いやすいです、私の声は、声的に。あとはボクらをつなぐものを聴いて泣いた。いやこの曲はマジでいい曲だよね。こう歌詞にねやっぱチーム K2 って入ってるから、もううちらしか歌えない曲になってるから、それが一番いいよね。プレシャスの重低音やばいね。プレシャ…言えんかった。プレシャスめっちゃいいよね。ルカ普通にあのなんていうの、見てて一番いいやんって思った。普通にあれ自分があの何も知らずにこの公演を見たら完全にゆずきのファンになると思う。あれは普通に全員を虜にできるぐらいプレシャスはめっちゃいいと思う。ゆずきマジ勝ち組だと思う。これで絶対ファン増えるよ。ルガティンプレシャス予約してません。あの全部の曲予約してないです。もう全然自分のこの曲だけで Go for the Dream だけでいいです。全然あの好きなようにこうプライベートとか移動中とか聴いたりね、レッスンの時とかは歌ってるけど、全然公演でやるってなったらあんな踊れないもん。もう疲れちゃう、あんな踊ったら。もう無理だよ、あんな踊れないよ。もう年々ね体力の衰えを感じて生きてるので、あの Go for the Dream ぐらいがちょうどいい。あれはね本当自分だけの衣装だし、あのマジで可愛い衣装を作ってもらえたので、あれを大切にずっと着てたい。ダンス面じゃないですよ。ダンスは別に踊れるけども、マジでみんなが思ってるより本当に体力の衰えを感じてるんです。本当にイギョーのダンスの立ち位置が知りたいです。イギョーのダンスの立ち位置わかんない。イギョー、え、どういうこと、最初ってこと？あ、じゃあみんなわかるかな。定点とかね見た人はわかるかもしれないけど、ルカがじゃあ幕ドーンって開いて最初にどこに立ってると思います？まあ見つけられてなくて正解なんですけど、あれ帽子かぶってて全部情報をオフにしているので、わかる人、幕が開いてルカがどこにいるかわかりますか？こう帽子を外したらねさすがにわかると思うけど、
どこにいるでしょう。わかりませんね、皆さん。いやでもそれが正解です。わからないが正解です。大丈夫。多分教えても多分分からんよ。だからそれが正解です。頑張って見つけてください。帽子取ったらね、さすがに分かると思うけど。帽子を外すまでみんなもっと深くかぶってほしい。それは思いました。だからちょっとね、次の公演で言おうと思って。さっきね、異形のダンスがそう YouTube で配信されてるんですよ。初日の異形のダンスが。そう、異形のダンス好きだからね、すぐ見ちゃったんですけど、帽子をね深くかぶって本当に目が見えなくて、なんかあやめろがめっちゃ良かったんよ。なんか暗くてもう目とかも分かんない、ほんとここまで分からないのに、ちょっと濃いリップがあの見えるのがすごいかっこいいなって思ったから、あ、全員これだったらめっちゃ良さそうって思って、そう、それを次のね公演で言おうかなって思いました。YouTube に異形のダンス載ってるので皆さんぜひ見てください。時間がないもね載ってるんだよね。もう結構前に公開されていると思う。ラストの曲まで北野さんはずっとしっかり歌って踊っててすごく良かったすごく良かったですか。ありがとうございます。なんか歌うまいとかさ、なんかすごいみんな言ってくれるけど、ルカマジでただ気持ちよく歌ってるだけなんで、しかも声がでかいんで、多分マイク入ってるとねすごいあの聞こえるかもしれないけど、でも割とね普通の歌声なんで、あの愛理とかみたいな癖強じゃないから、あの埋もれちゃうんですよね。そうだから、でもそれでも気持ちよく、ただ気持ちよく歌ってるだけです。
いい曲ばっかなんでね、本当に歌っててすごい気持ちいいです。時間がない、時間がない、あ、あった。すごい、みんなクリスマスプレゼントいっぱい届いてる。かわいい。これうん、何の話しよう。それか何時か、まあ15分ぐらいか経ってる。何の話しよう。もうアルバムの話はしちゃったから。まだ20分しか経ってないね。あ、すごい、いっぱいクリスマスプレゼント届いた。24日の公開収録、そう、24日にね、公開収録、ギフちゃんのね公開収録があるんですけど、外なんでね、みんな寒さ対策してください。みよまるに LINE 教えてあげて、本当に好きだから聞けないし目も合わせられないって。え、絶対 LINE 知ってるよ。知らないのかな。みよまるね、すごい好きって言ってくれる。え、知ってんじゃん。え、これじゃないのかな、アカウント変わったんかな。わかんない。24日雪降りそう。え、雪降りそう。雪降ってもね、多分岐阜駅は積もんないですね、多分。うん、岐阜駅があんま雪積もってるイメージない。大丈夫ですよ多分。でもいいですね、スノークリスマスっていうの、違うかな、何クリスマスって言うんだっけ。楽しそう。でも本当に寒いと思うから、外だし、みんな来る方は気をつけてください。あれ、ホワイトクリスマスだって全然違った、色か、ホワイトクリス、ホワイトクリスマスね。でもほんと3年ぐらいかな、それぐらいぶりの公開収録なんで、みんなはね見るだけだからね、本当に寒くて辛いかもしれないけど、でもギフちゃんの公開収録って絶対楽しいし、そう、来て後悔はないと思うし、岐阜県も楽しい、
寒いと思うけど、みんな見に来てください、ぜひ。そう、春回路ね、忘れないように。この肩甲骨のところが一番熱くなるらしい、ゆずきに教えてもらった。肩甲骨らへんの真ん中とか足裏とかもね、しっかり張って気をつけてください。SKE の三笘SKE の三笘もういいですよ、あの竹中さんにバラされたやつ、恥ずかしいわ。なんか寒がりだからマジで厚着してかないと白くできなさそう。ぜひ皆さん、クリスマスイブはぜひ岐阜駅前の信長広場、信長夢広場で皆さんぜひ公開収録を一緒に楽しみましょう。あ、そう、金の信長が立ってるあの銅像の前だと思います。だから岐阜駅降りたらすぐなんで多分大丈夫です、迷わないと思います。撮影はダメじゃない？え、わかんない。公開収録で撮影できるってあんま聞いたことないな。え、どうなんだろう。わかんない。マジで公開収録の詳しい情報は、雪降ることと寒いってことと、信長の銅像前でやるってことぐらいしか知らないんですよ。そう、時間も知らない。おっさんに会えるのがもう当日しかないので、この前聞けばよかった。ロケじゃない、あれ行ったのに、収録行ったのに。わかんないや、どうなんだろう。でも記念になんかもしかしたら集合写真とか撮るかもね、わからないけど。
ぜひ撮影があってもなくても公開収録を楽しく楽しんでください。別にサイリウムとかうちらは全然自分は北野ルカのオタクだってアピールできるものは何でもありだと思います。むしろいっぱいアピールしてください。じゃないと見つけられません。嘘なくても別に見つけるけど、あった方が1秒で見つけられるから、全然そういうアピールできるものは全然持ってきて大丈夫だと思います。勝手に言ってるけど、これでスタッフにダメですって言われたらごめんなさい。ルカが誤情報を流したことになってしまう。でも基本的に大丈夫だと思いますよ。あくびしちゃった。眠くはないんですけどね。全然眠くないんですよ。あと何しようかな。あとは何の話しますか。昨日と同じ映画見るの。映画は今日は見ないかな。昨日はね休みだったから、なんか映画見ようかなって思って、ネットフリでだいたい映画見るんだけど、ネットフリってあのこう作品のとこに行くと、なんかなんていうの、予告映像ではないけど、なんかさ映画の一部分が流れたりするじゃん。そう、それでなんかあ面白そうって思ったら見たりとか、あこの結構ね受賞歴がある作品みたいなところから選んだりするとか、そこでなんか見たいって思うものがなかったら他のやつをこう適当に見て、なんか流れてくる映像を見て、あ面白そうって思ったら見てたりするんだけど、そう休みの日はそういう映画を見るっていうことを結構してるかな。
次の日仕事がある時はまあゲームしてとか、ゲームして寝てっていう感じ。映画見てないことあんまないな。うん、マジで号泣したのは映画じゃないけど愛の不時着見て大号泣したぐらい。マジで最近、最近って言ってももうあれ自粛中だったから3年前とか。それ以来そんな何かを見て号泣するってことはなくなったな。最近どんなゲームをしているの？最近は暇さえあればマリカーワッカしてますね。マリカーワッカやってるんだけど、スイッチでね。でもなんかレートがちょっとずつ上がってきたら、モサがちょっと増えて、モサなのかわかんないけど、ちょっとね、なんかマリカーってなんかストレスがたまるゲーム1位みたいな、ストレスがたまりやすいゲームみたいな風によく聞くんだけど、もうアイテムが飛んできた瞬間もうイラッてしちゃうんだよね。そうで、レートが上がってくたびにどんどん周りが強くなってくから、なんかそういう心理戦とか無理だからさ、そうただただ楽しくマリカをやってるだけなんだけど、そうでもやっぱ最近ちょっと周りが強くなってきて、なかなかレートが上がらなくなってきました。でも頑張ってます、ただただ楽しくやってます。スプラトゥーンはね、3をやちょっとやったんだけど、最初のね、なんか最初になんかつまずいてやめたんだよね。何がつまずいたんだっけ、なんかうまく進めなくて、まあ、まあいいやと思ってやめちゃったんだよね。そう、でもやりたいなと思うけど、ルカ A 型だから、マジで2やってたけど A 型だからマジで向いてないんですよあれ。そうでも最近本当にまあマリカーとかスプラトゥーンとか関係ないしね、新しいゲームを始めてなんかこう熱中したいんだよね。なんかそうマリカーは別になんかあーちょっと時間あるからやろうかなぐらいなんだけど、もっとこう帰ったら絶対やるっていうくらい熱中できるゲームが欲しいから、スイッチのおすすめがあったら教えてほしい。スイッチのいいゲーム。ゼルダの伝説、ルカよく聞くけどそれ知らないんだよね。ゼルダ何者？なんか長いよねそれも、なんかすごいシリーズあるイメージ。あ、ポケモンはね知らないんですよマジで。ポケモンピカチュウぐらいしかマジで知らないからハマらないと思う。
カービィね気になる。カービィのね最近新しいゲームをねすごい気になってたんだよね。ハマるかな。え、ゼルダって女の子なの？知らなかったるか、男の子だと思ってた。知らなかった。だからハマるゲームってねなかなかね見つけられないんですよね。おもろいゲームあったらぜひ教えてください。これからさ年末年始にさこう暇になるわけやん。暇かはわからないよね。そうでも年末年始は毎年っていうかまあ割とゆっくりできるから、そうゲームしたいんですよね。プレステもありです。プレステ持ってるのでプレステでもあり。プレステはあのねエーペックスやってたんだけど、エーペックスね向いてなくてやめちゃったんだよね。それ以来触ってないですプレステ。やりたいんだよプレステも。フォートナイトは、フォートナイトはね一回かおりさん家でやったんよ。そうかおりさん家でやったんだけど、あの難しかった、うん、慣れればいけるもんなのかもしれないけど、ルカずっとねあの荒野をやってて、荒野行動ね、それをあのやってたから、あのそういうバトル系シューティングゲームっていうの、何ゲームっていうのこれ、そう、そういうゲームを1個やるとあの同じようなその打つゲームってあのできなくなっちゃうよ。そうだからエーペックスもうまくなんか向いてなくてできなくなっちゃって、そうやめちゃったんですよ。プレステは今ストアでセール中、見てみようかな。あ、オーバークックはやってたよ。オーバークックはそれこそコロナでね仕事がなかなかなかった時にメンバーでオーバークックやってバカみたいに笑ったな。本当にオーバークックマジ楽しいよね。あれは確かに人数いた方が面白い。フォールガイズってなんだっけ。フォールガイズ、あ、フォールガイズ、ルカスイッチでダウンロードしたぞ。でもあれ分かんなかった。なんかね操作が分かんなかった。うん、だからね一回やって終わっちゃったな。あれはでも結構頭使わん。なんか TikTok でめっちゃ最後まで生き残る人の動画見たんだけど、だからプロすぎて引いちゃった。普通に上手すぎて。でもホールガイズね確かに極めたら楽しそう。操作がちょっと分かんなかった。なんか説明とかなかったんだよね。だからもうひたすらなんか押して、あ、これがジャンプねみたいな。
とか一人でなんかずっとやってた。慣れればいけそう。正月やろうかな、じゃあフォールガイズ。オーバークック久しぶりにやりたいな。オーバークックって通信できんのかな、通信オンライン対戦みたいな。いつもねみんなで集まってやってたから、遠いとこにいてもオンラインでもできるのかな。そうメンバーとやねオーバークックやってたんだけど、マジで笑った。それぐらいオーバークックハマってた。他に何があるかな。オーバークックオンラインにできるみたい。マリカーみたいにさ、世界大戦みたいなのないのかな、世界の人と通信みたいな。誰かが、世界の誰かがオンラインしてたら、その人とそのルームに入って一緒にできるみたいな。そしたらやるな。じっくりやる系は好きでない。あ、じっくりやる系も別にやるって言っちゃった。やろうと思えばやるな。だって集まりとかじっくりやる系でしょ。集まりもルカ時間変更しずにちゃんと一日一日毎日じっくりやってたよ。ヒューマーフォールフラットってあの人形のやつだよね。人形っていうか人のやつだよね。あれ一人でやっておもろいんかな。あれも結構仲間とって感じじゃない。友達とやっておもろいみたいな、そのイメージある。みんなすごいゲームしてるね。すごい。みんなのおすすめのゲーム教えて教えて。それで年末年始過ごすからっていうか、もう今から過ごすから。それで いっぱい出てくるな。
イナルファンタジーよく聞くな。でもそれも長いイメージ、いろいろシリーズがあるイメージ。やっぱフォートナイトみんな好きなんだね。あとでいろいろちょっとじゃあスイッチを開いてプレステ開いていろいろゲームを見てみます。45分だになったらちょうど1時間かな。スクショタイムでもしようかな。スクショタイム今日はじゃあ クリスマスっぽいやつで、あ、ね、そう、それがいい。クリスマスっぽいやつでお願いします。クリスマスっぽく周りを盛り上げてください。スクショタイム、ピースしたか。かわいい冬って感じ。プレゼントいろいろあるんだね。さっき星が出てきたのに今ハート出てきてた。ついてる？ハート。ハート。ハート。撮れました？撮れましたか？いっぱい取れました。わーい。で、45分になったら終わるね。1時間、ちょうど1時間なので。
ということで皆さん今日はね時間がない、新公演アルバムの時間がないが発売されたので、なんか反射してさ映るのが嫌なんだよね反射してるよね、ちょっと嫌なんでこういう見せ方に、ギリ何もわからないショールームの反射しか見えない感じで、そう時間がないが発売になったので皆さんぜひゲットしていっぱい曲を聴いてください。あとね、何かトークが締め切ったんだっけ？だっけ？ちょっとわからないな。そうでも特典会はねまだまだ受付中なので皆さんぜひ特典会もぜひ私に会いに来てください。あ、オンライントークが締め切ったのね。サイン会はまだまだ受け付けているそうなので皆さん私のサイン受け取ってください。43分や。もう話すことなくなっちゃった、こんなギリギリに。皆さんこんな内容もない配信を見てくれてありがとうございました。どんどんね寒くなってきてるので皆さん風邪ひかないように温まってください。ほんで時間がないのアルバムをねいっぱい聴いて、また好きな曲だったり好きなポイントをね教えてくれたら嬉しいです。ということで1時間配信を見てくれて皆さんありがとうございました。じゃあまた気が向いたら急にやると思うので皆さんまた配信見てください。じゃあね、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。バイバイ。